はい、皆さんこんばんは。ここはですね、福島県のいわき駅であり、時間はだいたい7時40分であります。私はですね、新新18切符を使いまして、新潟から、北上して余目まで来たところから陸空対決普通線と通り、そして甲田から、東北本線を南下していって、途中阿武隈急行も通りながら郡山に行って、そこから磐越当初を使ってこの岩手駅にやってきたということになります。まだね、今からもうあの千葉県の姉ヶ崎に帰るんですけど、ここからがね、最後の旅行の最後の部分となります。もう7時、半なのにまだ福島県にいるっていうのはね、ちょっとね、あの絶望的ですがね、なんとかね帰れるので、頑張って帰りたいと思います。帰れないとダメだからね。はい、まあ、これからですね、常磐線をね南下してってね、まあ、姉ヶ崎まで帰るんですけど、実はですね、普通電車で行くとね、もう間に合わない時間にももう達しているんですね。じゃあお前どうすんだよって話なんですけど、実はある区間をですね、ちょっと特急のね千立に乗ると、あのなんとかたどり着けるんですよ。だからそこある区間をですね、特急に乗りたいと思います。ちなみにですね、特急に乗った時の全く時短効果はありません。そんなレベルです。でもそのたった、ね、ほんの数分の差がですね、帰れるか帰れないかにですね、まあ、繋がってくるというわけです。やっぱね、それがね、地獄を見ててなんかね、面白いなと思うようなところであります。はい、岩木駅の改札口です。次乗るのはですね、19時55分のこちら水戸行きに乗りたいと思います。ホームにやってきました。19時55分の水戸行き、こちらのですね、電車に乗りたいと思います。乗客はまばらですね。まあ、そりゃそんなにいるわけないます。でもなんかこの車両やっぱ近郊車両じゃないですか。やっぱなんか岩手ってまだ福島なんですけど、やっぱなんか東京になんだろう、めっちゃ近づいてんなって感じがして、本当嬉しいですね。日立多賀に着きました。なぜ日立多賀で降りたのかと言いますとですね、この駅から、特急日立号に乗るためです。この駅で特急日立号に乗ると21時26分について21時30分の上の駅から、それに乗り続けます。もしこれに乗り続けると水戸発売の時間が35分になってしまい、ギリギリ間に合わないということです。なのでこの駅で降りますが、で本日はですね、こちらですね、こちら見えないと思いますけど、これザルそばです。ちょっとね、岩木駅で買ってきたので、これをですね、あの特急列車に乗ってる間は、あのテーブルとか抜けるのでスマイル食いたいと思います。こちらにですね、特急日立30号がやってまいりました。あちらの電車に乗りたいと思います。前の方でしたね。2号車から
急列車の方が長かったとか。じゃあ乗りましょう。危なかったですね、本当。ちょっとこれ、もしこれがなかったらね、どうなってたかって考えてほしい。まあ、これがあったおかげで、その水がちゃんと当てなかったのをすぐに対応なの、これに対応できたし、白飲むのこれないとちつすぎたし、もう、こいつには本当感謝しかありません。やっぱ水というのはやっぱ大切な資源なんですね、はい。なんて冗談を置いといて、4分後のですね、21時30分の列車に乗ります。この列車に乗るためだけにですね、この特急列車1270円立ち入ったので、もしこれ乗り遅れたなればシャレにもなりますね。終電にも乗り、お金も無駄にして、単なるドンマイジンです。では乗りましょう。上野行きで、鳥出場では各駅に停まります。龍ケ崎市では特急列車の通過待ちのため、22時36分まで、発車まで6分ほどお待ちください。柏からはですね、本来はですね、東武アーバンパークラインに乗り潰す予定だったのですが、時刻表をね、よーくですね、調べたら、ですね、新松戸経由の武蔵野線でも行けることが分かったので、そっち経由で行きます。新松戸へとね、到着しました。3月の旅行もですね、同じようなルートでしたね。最後常磐線下ってくる、なんかほとんどなんか最後らへん同じじゃないですか。いたような地獄もこんなような地獄でしたしね。はい、武蔵野線のホームに上がって
ってまいりました。やっぱもうここまで来るとですね、もう帰ってきた感じが本当すごいです。はい、ついさっきまでですね、仙台とかいたんばてですから、すごいですね本当。まあ、ついさっきって言ってもですね、仙台いたの14時ぐらいですから、もう8時間も経ってる、じゃあ9時間も経ってるんですけどね。はい、この電車は京葉線直通。はい、西船橋に着きました。それではですね、今度は総武線に乗り換えます。総武線の菅沼行きに乗ってですね、次の船橋で、総武線快速に乗り換えるという方法で行きます。総武線快速の千葉行きが来ました。こちらの列車にですね、乗車しています。 E217 系です。はい、千葉に到着しました。いや懐かしいですね。1日と18時間ぶりにですね、千葉に戻ってきました。千葉駅の電光掲示板もね、残り少なくなってきました。もうどんどん最終列車が行ってしまうのですね。もう0時を過ぎたため、青春18切符の効力はもう使えありません。なのでですね、まあここから姉崎まではですね、私の通っている学校の定期券で代用しております。まあここ千葉駅に来るまで本当大変でしたね。確か郡山に何つったっけ、7時55分ぐらいまでいたのですから、そこからよくねここまでね頑張ってこれたなってね、つくづく感じます。あと1本電車乗り継げば終わりでございます。まだですね、終わってはおりません。ほとんど終わったけど、では頑張って最後まで頑張っていきましょう。最後の列車はですね、内房線で千葉駅発なぜか E233 系のですね、こちらの電車に乗りたいと思っています。人はそんなに乗ってませんね。
根ヶ崎に到着しました。いわきからですね、4時間37分徒歩だから11時間40分新潟からです19時間36分過去で史上最高の乗車時間本当にですね、今日はまあ大変でしたけど楽しかったです。まあ新潟とか仙台、福島、郡山、岩手などね、まあ、いろんな場所に寄れたしね、本当にですね楽しかったです。最後にこの列車をですねお見送りいたしましょう。はい、もうすべての列車がですね発車していきました。ついにですね、もう時間も0時半を過ぎてしまいましたね。まあ今回の旅行はとてもですね楽しかったです。青春18切符を使ってね、こんなにもですね、まあ、いろんなところに行ってねやるのやっぱ楽しいなと思いました。まあこれらの動画をですね、楽しめていただけたら幸いです。では皆さん、ここまでのシリーズをですね、ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。